よいかな。キリト、聞こえるか？緊急招集か？緊急ではある。歯切れが悪いな。とにかく急ぎ、わしの元へ来てくれ。わかった。で、俺の他には誰が来るんだ？荷物はどこだ？本当に歯切れが悪いな。すまぬ。オートに着いたら寄り道せず、まっすぐ来てくれ。なぜだ？ああ、通信を切られたか。さて、カーディナルからの呼び出しはあったが、どうしたものか。寄り道するなと言われたけど、セントリア市街の露店街で美味しいものでも食べて、英気を養ってから。調べてみるか。私は姉様の後を継ぎ、ルーリットの村を守ると決めた。私は姉様にはなれない。なれるはずがない。私には無理かもしれない。でもやらなきゃって思う。ユージを救ったあの時のように、今度はみんなを救うの。そうすべきでしょ。違う、キリト。老子の方か。大変だ、みんな逃げろ。人が倒れているじゃないか。なぜ逃げる？なぜ衛士を呼んだ？誰もそいつに触れたくないし、すぐに運んでもらわないといけないからだ。あんたもその人に触れたらダメだぞ。そいつはローデンドで食材を仕入れた。そこであの奇病にかかっちまったんだ。奇病？青いバラと呼ばれる病だ。肌が青くなってすぐに死んじまう。確かに、イバラのような形の青いあざが肌に浮かんでいる。って、ちょっと待った。ローデンドってのはローデンド三種のことか？そうだ。ルーリット村のあるところじゃないか。みんな無事だといいが。騒ぎがあったのはここか？いや、悪いが、英氏の出番じゃなさそうだ。その青いあざは。おい、お前、離れた方がいいぞ。そいつは流行り病にかかっている。もう聞いたよ。あとは任せてくれ。対策本部に運んでおく。症状はどうですか？処置が早かったので、なんとか安静には。
まだ安心はできませんけど、ちょうど薬があったのも不幸中の幸いでした。2週間ほど前にルーリットの村から治療法が伝えられてなければ、この方も危なかったでしょう。ルーリット？はい、この流行り病の発生源に近い村で、やはり同じ病が流行っているそうです。その村で見つかった治療法とその材料を若いシスターが伝えに来てくれて。若いシスター、もしかしてセルカって名前じゃ。お知り合いでしたか。人に会うためこちらにしばらくとどまる予定ということだったので、1週間ほどこちらで手伝っていただいたのですが、村からの手紙で感染者が急に増えたという連絡を受け、慌てて戻られました。そうですか。俺も離れてたから気づかなかったけど、声をかけてくれれば力になれたかもしれないのに。ルーリットの村が大変なことになってる。カーディナルの呼び出しもそれに関係したことか。あれはアリスだよな。声をかけてみるか。対策本部だぞ。無論知っています。だったら天幕の影からこそこそと様子を伺うなよ。明らかに怪しいだろ。怪しくなどありません。これはそういえばカーディナル様に呼ばれていました。急がなければなりません。ははさては、今だけこっちに来てるセルカに会いに来たのか。違う、これはそう、たまたまです。一切の疑問が入り込む余地もない、前代未聞、圧倒的たまたまです。そこまでものすごいたまたまなのか。そこまでものすごいたまたまです。逆に怪しいな。なぜそうなるのですか。おやおや、聖号騎士殿、お顔が赤いような。赤くなどありません。なぜ照れてらっしゃるのか。赤くなどないと言っているのが聞こえないのですか。この反応怪しい。怪しくなどありません。ごまかしてなどいません。変に勘ぐらないでください。全ての情報を統合すると、いやアリス、妹思いのいいお姉ちゃんだな。感心したよ。お前ごときに本心を見抜かれた屈辱晴らさねば、この名に傷がつきます。抜刀はよせって、周りに仲間もいるんだぞ。覚えておきなさい。セルカなら村に戻ったよ。どういうことですか、キリト。任務中に私が伝え聞いた時には、私に会うためにしばらくセントラルで待つと。私がそのためにどれだけ任務を迅速に終わらせたか。なのに連絡もなく戻ったというのは一体。お前が妹に会いたい気持ちはよく分かったから落ち着け。俺がここまで集めた話だと、どうもそれどころじゃなくなったみたいだ。もしかするとカーディナルの話もそのことに関係しているかも。どういうことですか。あの子に何かあったのですか。
だから落ち着けって。今から順に話すから。というわけだ、セルカ今大変なことになっているのかも。どこに行く気だ。セルカが窮地に陥っている、そう思っただけで胸が苦しいのです。消されたはずの記憶の片隅にセレカとの絆が残っているんだろう。気持ちはわかるが焦るなよ。焦ってうまくいくことなんかない。ローデンドの奇病に対処する人員が必要だ。それはカーディナルだってわかっているはず。任務を引き受ければルリットの村にも行ける。お前の言う通りですね。カーディナル様と会いましょう。行きますよ。ああ。緊急招集はローデンド産地の件か。だから寄り道をするなと言ったのに、お主らの耳に届いてしまったか。悪いが、お主たちには東帝国へ赴いてもらう。ローデンド産地じゃないのか。前回召喚結晶を使う緊急事態になったのを覚えておるか。もちろんだよ。あの時は大変だった。認識を超えた何かがうごめいている。わしはそう予感した。この胸騒ぎを収めるために大図書室に入り、散々調べ回った後、ふとこう思った。アドミニストレーターの作り上げた世界は、改変された痕跡すらわからぬほどに完璧に美しく整えられた作品であった。それと前回のあれがどう関係してるんだ。世界を改変し、その歪みによって生じる矛盾を保守しているたった一人の存在がいたとする。そのものの力が大きく弱まった場合、世界はどうなる。保守していない歪んだ世界、そこに待つのは破滅じゃ。つまりこういうことか。俺たちはこれからアドミニストレーターの管理していた世界の歪みに立ち向かう必要があるのだと。ようやく理解できたようじゃな。その歪みとやらは予測できないのか。アドミニストレーターが世界改変を行えば、民に異変として捉えられ伝承となる。ゆえに伝承がわしらの道しるべとなる。もしやローデンド産地に奇病の伝承が。ある。風切り尾根に至りし者は青き呪文に取り憑かれて帰ってくるという伝承がの。青き呪文は狩人や木こり、旅人を殺した。それだけでなく、周辺の村々も壊滅させた。青き呪文が攻めてきたという伝承もある。奇病が攻めてくる。比喩的な表現にしては妙じゃ。わしにはこんな意味があるように思えるのじゃ。世界中に病をもたらす存在、前回のそれをもしのぐような恐ろしくも強大なローデンドの魔王とでも呼ぶべきものがおるのではないかと。突拍子もない話だな。ありえるのか。神獣、アドミニストレーターが討伐せずにこの世界に留め置いた強大な魔物たち、ローデンドの魔王はその中の一体かもしれぬ。私とキリトならば神獣を相手にしたとしても戦い抜けるでしょう。だからこそである。万が一最悪の事態となれば、実力者をみすみす失う深い痛手である。よってお主らの任務地はローデンドではない。この理屈も分かってもらえるな。あれ、全然分からないな。なんじゃと。現状は理解したよ。大丈夫だって。うまくやってくれ。
必ずや任務を果たしてご覧に入れます。恐れていた通り、お主らの頑固さはどうにもならぬか。えい、行くならばこれを持って行け。これは召喚結晶。現地に着いたら風切り尾根を探せ。この地名は古名であり、現在の地名からは失われておる。最終目標は感染源の特定である。無理をするな。任務遂行が危うくなれば撤退せよ。お任せください。さあすぐ出発しますよ、キリト。すぐ？待ってくれ。産地に深く踏み入るなら地図を買わないと。いつでもセルカに会えるように、ローデンド産地の地理は予習済みです。どれだけ妹に会いたいんだお前は。